こんにちは今回はモッピーのことについてポイントサイトの自己アフィリエイトをお話しようかと思います、えー、ログインしていただくとこのような画面になりますまあこれは時期によっても違うんですけども真ん中にドドーンとね不動産投資セミナー4万5000ポイントって書いてあるじゃないですか4万5000ポイントってのはまあ4万5000円のことなんですよね で、具体的にどういうことが起きるかっていうとこの不動産投資セミナーに参加すると4万5000円もらえるんですよねで、えー、こちらに書いてますように不動産投資セミナー東証プライムのプロパティエージェントオンライン対応ってありますんでズームの,あの対談をまあされるだけでもいいんですよね会場に行ってどうこうってことは最近はありませんで私も受けたんですけども1時間から1時間半ぐらいの 不動産のご案内を受けます例えば東京都内のワンルームマンションを、まあ、ローンで買いませんかっていう話ですその不動産の、まあ、お話をね聞かせていただいておおよそマンツーマンになると思いますけども聞かせていただいてで買わないといけないってことじゃないんですよ検討してくださいってことですねまあもちろんそれで気に入った不動産があればご購入いただいてもいいんですけども まあ、買わない場合でもね、しっかりと話を聞いて、まあ、情報をいただく、えー。それから様々なね、個人情報の入力っていうのもありますんで、まあ、いわゆるね、あの、不動産会社としては、見込み客を4万5千円で集めてるってことなんですよ。ですので、もちろん、この見込み客になった方、不動産投資セミナーに参加した方全員が、お客さんになるとは思ってないんですよね。まあ、でも、広告費を払うつもりで、 一人一人こうやって見込みをつけてるってことなんですよはいそれでねポイントの獲得条件ってのがありますんで読んでいただきたいんですがこの赤い字で書いてあるところとね獲得条件ってあるところですこれをよく確認して自分には当てはまらないなと思ったらねやめてくださいね例えば年収500万以上の方が今回、えー、募集対象ですまた年齢も制限がありますはいそして現在の勤務先などこういったこともありますであとね 1> 1人1回ですすよよっててことも書いてますよねはいその他遅れちゃダメですよとかその他ですねで決断ができましたらポイントゲットってところを押しますえそしてあとはセミナーの予約をするだけですね押してみますよはいまあこういうふうな形でズームなのか会場に行くのかってことを選んだりとかですねでご自身の希望日時を入力したりとかっていう欄があります 個人情報の入力はメールアドレスぐらいまでですかね。はい。まあ特にね、年収の証明を出したりとか、源泉徴収動向ってことは、えー、ありませんけども、私が今までね、何回も面談を受けた中で、あの、なすかね、源徴収票をちょっと見してくれませんかってことで、えー、ズーム越しにペラッとね、提示したことはあります。まあでも、通常は面談だけなんで、証明を求められたりは、 しなかったですね私の経験上まあでも一応準備しといた方がいいと思いますやっぱりねやっぱマンションのセールスをしようとしてる会社ですからさすがに年収が100万です200万ですっていう人は購入の見込みないじゃないですかそういう人とはやっぱりねあのセミナーとか時間もったいないですからしたくないんですよね、えー、そういうことでやっぱりある程度の年収がある人を求めてるということもちょっとねご了承いただければと思います あとですねその他にも不動産以外にも、えー、と左側の方にカードの作成で7000円とかね4000円とかね7000円とかねありますはいあと AI トレードサービスマイメイトこれ2万5000円って書いてますけどもこれっていうのはねえっ、ー、と投資のツールを使ってくださいみたいな感じですよね、はい、ちょっと難しいんで7位のことは私まだやったことありませんで8 ペイターズっていう出会い系サイトこれ有料の出会い系サイトで、えっと、7万か8万ぐらいの利用料金がかかるんですよで1年間がその契約料金ですでそれを契約すると10万8千ポイントバックということなんでわずかに利益は出るんですけどもリスクはありますこちらですね8万4 8八百円を申し込むと10万8千もらえるんですけどもこの10万8千もらえるうこのねハードルが高いんですよ ですので、実際1年間やってみないと、1年後にバックされるのがこれですから、すぐお金が欲しいっていう方は、これは向かないです。84,800円はすぐ払わないといけないのに、10万8,000円は1年後ですからね。うん、だったら、まあ、カードを作った方がいいかなと思います。で、クレジットカードを作ることによって、例えば8万5,000円もらえたりしますんでね。こっちの方が随分簡単です。ただし、カードは、あんまりたくさん申し込みすぎると、 申し込みブラックってことになってあの一定期間ねカードを作ることがどの会社もできなくなるんですよ、まあ、ですんで半年に3枚ぐらいですかね2ヶ月に1枚ぐらいのペースが私の経験上限度かなと思いますんでその辺もご注意ください、えー、その他ですねこのポイントサイトなんですけどもさまざまなカテゴリーがありますここにサービスで探すショッピングで探してありますけども例えばそうですね えっと、ゲーム、ホビー、ね、アニメってありますけども、例えばアニメでクリックしてみましょうか。そうすると何が起きるかっていうと、おこの、出張買取トイズキングってありますよね。ここで中古品を買い取ってもらうと、まあ、3000円もらえるよってことです。中古品を買い取ってもらうんで、買取料金ももらえるし、3000円ももらえるってことですよね。そういったこともありますね。あとこれ、回線 Wi-Fi スマホってあるじゃないですか。 これのね通信プロバイダーこれがね結構いいんじゃないかなと思いますねはい要するにインターネットの回線を切り替えるとここに表示されている料金28,500円とか1万円とか3万3千円がもらえるよってことなんですよえ昨年なんですけども au 光に切り替えて11万円もらえたっていう案件がありましてそれ私ね11万円もらえたんですようんまあこれもね ちょっといろいろと探していただければインターネットの切り替え時期の方だったらいいのかもしれないですね結構ね料金ばらつきあるでしょ、うん、で不動産投資は先ほどお話したところですでクレジットカードキャッシング金融ってのも先ほどお話したところですえっ、ー、と FX の口座開設とかっていうのも報酬結構あるんですよね AI なんとかっていうのはさっきお話し,しましたよね この辺で FX の講座解説もしくは入金で試しにデモトレードその他練習で低単価トレードをすることによって数万円とかをいただけるプランがありますこれはね何個同時にやっても限度はありませんですんでやり方はほとんど一緒なんで全部バカ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 やっていくとすぐに10万円ぐらいになっちゃいますねはい結構ありますね案件ねこれ全部やるとだから20万ぐらいになるんじゃないですか まあただね実際にお金を入金してくださいっていうところが多いんでじゃあ一つの証券口座作って2万5000円もらうにしてもこの2万5000円もらえるのは3ヶ月後ぐらいなんですよで入金をしてくださいっていうふうに指示が出ることがありますけども入金金額大体1社5万円ぐらいなんですよねそうなると10個の口座開設すると50万ぐらいかかっちゃうんですよ一時的にもちろんそれはね一定期間が過ぎた後50万そっくり引き出しても大丈夫なんですけどもそれに対して えー、いただける現金がね、えー、やっぱり10万3ヶ月後ってことになっちゃうと、一定期間結構お金が苦しいことになっちゃいますんでね、えー、そこも加味して少しずつやるっていうことになると思います。はい。じゃあ、一旦、モッピーの方がいいですかね。はい。で、えっ、ー、と、私のね、この紹介コードがあるんですよ、実は。はい。えっ、ー、と、こちらの紹介用 URL を 動画概要欄につけておきますので、そこから、モッピーのアカウントを作ってください。その際、私の紹介コードを入れていただくと幸いでございます、えー。紹介するとね、やっぱ私にもいいことがあるんで、まあこうやって動画を撮ってるんですけどね、はい。もちろん、紹介コードを介して会員登録すると、新しく会員になった方にもインセンティブありますんで、えー、お互いお得でございます。それでは、今回は以上です。